イグミンはそう言ってくれても、前回ダメだったから自信がないや。そうだ、ユッキーとだったら滑らないかも。そこは天才剣士に任せて。気合入ってるの。インポリュート曲線の立体像、X イコール A カッココサインシータプラスシータサインシータ。ニンニン、ふん、被験者となるか。ねえねえユッキー、もう嫌な予感しかしない。なんだその猫なで声は。一緒にネタ見せしよ。ほら見ろ、わけがわからない。いつ私らは芸人になった。いつも切れ味のいいツッコミ入れてくれるじゃん。それが今必要なんだよ。そんな事態巻き起こるかよ。とにかく一緒に来てよ。くっそ、仕方ねえやつだな。バリーナで訓練しようかな。いや、また今度にしよう。なんだ、今日は一人じゃないのか。まあいい、どれ見せてみろ。喉が渇いたな。お、ちょうど遠くにコンビニが見える。入ろう。ボン。まだワープは発明されてねえわ。このフライドチキン、生きてた頃の鶏に。時間速報も発明されてねえわ。じゃあ左右非対称のハンガーをもらおう。それは発明されねえわ。何に使うんだよ。最後に HD DVD でも見て回るか。ブルーレイに負けて消え去ったわ。もうええわ。お前が言うのか。お前たちは何をやっているんだ。切れ味のいいショートコント。同じ過ちを繰り返すんだ。そんなもの見たいと思ったか。それに付き合うお前もそんなやつだったのか。唯一まともだと思ってたのに見損なったぞ。こんな理不尽な見損なわれ方、この世にあるかってぐらい理不尽だ。くだらんわバカらしい。もう帰れ。私の方がだわ。やっぱ笑いと言ったら関西人だよな。よう、めぐみ。なんや。今こそ関西人のめぐみんの力が必要なんだ。ついてきてほしい。サイキッカーやなくて関西人としてってどういうこっちゃ。またお前か。今度こそ切れ味のいいあれを見せる気になったか。うん。よし、見せてみろ。喉が減ったな。お、ちょうど遠くにコンビニが見える。入ろう。ボン。ちょい待ち、それどないな力やねん。コンビニのサービス。どないなサービスやねん。超能力管理局から派遣されたバイト店員と目が合うと店内にワープさせてくれるサービス。サイキッカーの無駄遣い。何に能力使わせとんねん。しかもバイト店。それができたらサイキッカー界では超エリートやで。しかも目合うだけでワープさせられたら通行人たまったもんやないやろ。結構関係ない人巻き込まれるで。その前の道路避けられるで。人通り少ななるで。結果客来へんなる。本末転倒になるやろ。あと喉が減るか。減るんは腹や。喉は渇くや。もうええわ。なんやこれ。それを言いたいのはこっちだ。
いつからトリオコントになった？なってないわ！うへえ、マジで怒鳴られてただけか。31A はこんなのでよく先陣を切って戦果を上げられているものだな。戦果を上げられているからこそ普段はこんなんなんだ。1950年代のジャズプレイヤーの名演の裏にあった私生活みたいなもんだ。やめろ、その違法なもんに手出しとるみたいな言い方。もう行くで。いい加減セラフを見せろ。なんだよ、見たかったのってセラフだったの？分かってたくせに食えないやつよ。お前のは本当に特別だな。見ていてワクワクする。どういうところが？一番分かりやすいのは二つに分かれている点だ。今までそんなものは見たことがない。くっつけたらツーヘッドソードのように一つにならないのか。やめてやめて、二刀流に慣れてきたところなんだから。また一からになっちゃうじゃん。そうだな、今日は見るだけにして返してやるか。ヘグミンを誘ってお風呂に行こうかな。ヘグミン、一緒にお風呂行かない？なんだ、お前も風呂か。奇遇だな。じゃあ行こう。地獄に満ちた言葉を吐かせないためだ。湯気で前が見えん。ほらほら、ヒグミン手を出して引っ張ってってあげるから。なんだろ屈辱。ずいぶん柔らかい手をしているな。それは私のおっぱいだもん。お前絶対突き出していただろう。わー、シップが測れて親密度アップ。ダーンだ。いい湯だな。